一輪子が人類を一撃で倒せる最強ポケモンだった件についてなろう系タイトルか。序盤取りの一輪子が、超過体人類を一撃で倒せるとは思えないけど。いや、一輪子の特性張り切りとあの技を活かせば、防御特化人類すら一撃で倒せるわ。そんな強力な技何かあったっけ？実際に見てみましょう。まずは下準備として、誰でもいいので大爆発させて相手を一匹倒します。下準備がそんな大掛かりなことある？そして次に、こだわり鉢巻きを持った一輪子を出して、ここでマネッコを使います。マネッコは最後に出た技を出すという技。ってことはまさか、マネッコで出るのは先ほど使った大爆発、そしてタイプ1大爆発で、防御特化人類が確定一発なのよ。まあマネッコを打つ前に行動されたら大爆発が出せなくなるから、この戦術の実用性は超低いけどね。ないじゃねえか。まあ、HP 振りだけの人類ならマネッコを使わなくても、鉢巻き張り切りのオマルテラスタルギがインパクトで一撃で倒せたりするわよ。ということはつまり、テラスタル込みで大爆発を打てば、ノーマル半減の相手すら一撃で倒せちゃうのでは？そうね、テラスタルすれば HP 振り巨人を確定一発で倒せるわ。まあ特性張り切りだから外れる可能性があるのが難点。ああ。爆発を外して爆発落ちにするな。